ターゲットは5番マコルム。オッケー。なんだよそれ。な、お前らその距離感。犬がいるじゃん。はい、こんにちは、佐藤ひかるです。今回も FF7 実況、FF7 リメイク実況、始めていきましょう。まあ、いよいよ、5番マコール爆破作戦開始ということで、まずはバレットとね、待ち合わせである駅に向かいたいと思います。クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。おお、ちょうどいい。ここにいるだけ急に話しかけて、びっくりするわ。あ、バレットさんいますね。大男、目立つ。お、バレットのテーマだって、ブルース・アレンジのミュージックディスク。1枚ちょうだいな。こういうコレクターアイテムは欲しいよね。よし、バレット。5番マコール爆破行こうか。おう。列車が来たら、そっからが作戦だ。お、準備はできてんだろうな。もっちで、次は、どうすんだ。ビックス、もう始めてるのかな。先に行ってなんかやってんだろうね。早いとこ巻き返さねえとな。ビックスが。ああ、緊張するね。どうしても。今日なのか。今日じゃなきゃいけないよ、確かに。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。あ、他にもいるんだ。爆破の予告もしちまってる。あ、予告してんだ。マコール止めないと今日もやるってな。悪いのはシンラだ。本当大嫌いだな、シンラのこと。おお、シンラさん、こんにちは。しれっとしてろ。いつもありがとうございます。どんな思いなんだろうな、バレット。降りてくる神羅兵を横目にマコールを壊しに行く。神羅カンパニーより乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織によるマコール爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。連絡行ってますね、バレット。来てるよ。ターゲットは5番マコルム。 OK。 駅からは市街地の裏道を抜けている。市街地か。またマコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ奥まで進んで爆弾を仕掛ける。マコーダマリを目指す。了解。派手にドカンとかましてやるぜ。またあの演説聞けるかな。 JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。さすが頼れるリーダー。重いよね、うん、胸に。クラウドもしっかり仲間じゃん。いや、ティファはあんまり乗り気じゃないんだよね、確か。うん、いや、その迷いが怖いよ、逆に。でもやりきらないと、ティファ。やると決めたら。お客さん少ないね。そりゃな、アバランチが。爆破予告のこと、ビックスの予想より早く広まってる。おう、大丈夫なの？固まってると目立つか。お前らはここにいる。人悶着ない、大丈夫？こいつらなんか死んだの手先みたいなことないよね。なんでそんなうなだれてんの？今爆発が起こったら俺らってどうなる？ちょっとごめんなさい、気にしないで。いいえ、爆破するから楽しみにしてて。大丈夫か、ティファン。ちょっとそわそわしすぎだよ。クラウド、なあに。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。うん、最初の関門だ。いや、大丈夫でしょ。楽勝だろ。楽勝でしょ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。ティファは向いてないじゃないか、こういう作戦。強いけど。うん、バレットのとこに行こうか。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。怖いよね。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるから。そういう心配？優しいな。そう言わずに、私は大丈夫だから。ティファの方が心配だよ。すぐ戻る。ありがとう。ティファに言われるとすぐもう言うこと聞いちゃうもん、クラウドちゃんなら。何でも言うこと聞いちゃうね。わかるけど。いや、もう手に銃ついてるやついたらやばいだろ。君はこれでも擁護するのか？え？擁護？死んだ社員と話してるのか？いい迷惑だ。
アバランチなんて。ああ、だい、抑えてよ。爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。うわ、真面目、信頼課長。だけど私は、いや、信頼社員は戦うよ。真面目。マコールを止めたりするもんか。真面目。バレたバレた、ダメよダメよ。なんだ、文句あるか。文句だと、んなもん。抑えて。特にない。かっこよすぎるだろ。っていうか、なんかアンバランスだな、背広のやつらいる中でこの服装。こもリーダー、ちょっと抑えて。あんたはどっしり構えてろ。うわー、言うな、クラウド、その通りだ。うん。じゃ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 んじゃ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 ん。どうした、急にメタネタ。パレット気が狂ったか。面白いな。マテリアルじゃないですか。ありがとうございます。誰の忘れ物だこれは。うん。回復マテリアいっぱいあるんだよな。そんなにいっぱいいらんのだけれども、ごめんね、シェラ課長。文句はないんだろ。ないよ。ティファに報告しに行こうか。ティファはそっちじゃねえだろ。にゃにゃにゃ、ちょっとボケしてただけでしょ、ティファ。まあ、バレットは大丈夫だったよ。あいつ座ってる。臨時 ID スキャニング中です。どうして。臨時 ID スキャニング中です。怖いね。非常警戒体制を発動。手配 ID の疑いあり。あれ、あれ、後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。バレた。大変。これやばいんじゃない、バレたんじゃない。早く来い。バレるって、お前それは。うわ、あー、バレちゃった。クラウドはそいつらお願い。え、任せ。あなたは。あー、住民を。車両ロックシステムを起動。しょうがねえな。この車両は隔離されます。あら、車両に立ち止まんじゃねえ。ふぅ、楽勝。前の車両に行け。助かりてえなら。まだいた。ラピッドチェイン、楽勝だぜ。まもなくこの車両は隔離されます。急げよ。 OK。 ふぅ、開けるな、開けるな。逃げ。ふぅ、うわ、まだいるか。痛いよ、ザコが。ソルジャーをなめんなよ。まだいる。ありがとう、バレット。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。信頼課長、私は信頼社員だ。敵だろ。敵じゃない、みんなを守りたいの、お願い。ティーファ優しい。こっちは私が面倒見る。おい、管理職守るから。なんて強いんだティファ。やってやろうぜ。キリがないな。手配 ID 所持者3名の隔離を確認、相当フェーズに移行します。あら、やばいんじゃないの。ソルジャー様の言う通りってか。任せろ。仕方ない。ん、駅は包囲されているはずだ。なるほど、飛び降りよう。そうだね。マジか。速度を落とせばいい。おお、それビックスのプラン E だ。あ、そういうの用意してあるんだ。さすがアバランチ、用意してあるぜ。プラン E で行こう。降りて。イエーイ。いや、もういいよ。ああ、先に行くぜ、行くぜ、行くぜ。いやー、行け。うわ、痛い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 。ティーバ、そんな肌露出してるところで。ティーバ、行け。ティーバ、大丈夫だ。迷ってる暇はない。行くぞ。ふう。うわー、痛い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 。大丈夫だよ。なんだよそれ。な、お前らその距離感。うんじゃないよ。ドキッとするだろ。あら、いますね。ディファ、いけるか。大丈夫。オッケー。いい返事だ。へい。あら、ラピッドチェイン。使えるぜ。よっしゃ、まだいた。うぃや。よいしょ。仕留める。ブレイブ、よいしょ。ふう、よいしょ。きっとバレットだよ。どこ、バレット、どこ。仲間を探せ。バレット大丈夫か。あ、でもこれ回復ポイントが。ごめんバレット、ちょっと回復していく。あー、落ち着く。
よし、バレット、大丈夫か？急がなきゃ。バレットが大変なんだ。ありがとね。ん？さっき飛び降りるとき。平気だ。軽かった。もう何それ。なんかいいな、お前ら。イチャイチャしやがって。仲いいね。急がなきゃ。なんだ？このカメラワークはなんだ？怪しくねえか？あ、大丈夫。あ、見られてるやつ。神羅には筒抜けなんだよ。ガッハ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 。愉快痛快。ハイデッカーだな。相当フェイズをかいくぐるとはな。それはやっぱりこいつらとしても予想外なんだ。しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。捕捉済み。2匹と合流させろ。あ、バレットと。了解しました。何をしたいの？あ、こいつらからしてみたらアバランチに全部濡れ衣を着せたいみたいなところあるんだよね。だって一番最初のマコールをぶっ壊した時もこいつら自分らで壊してたからな。ちょっとなんか見えんよね、なんでそんなことをしたいのか。こんにちは。はい、応援を頼む。狙うぞ。おら、あー来たね。おいしょ。はい。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。褒めるっていうね、ティファを褒めるっていう。仲良しだから二人とも。バレット大丈夫か？本当によ、世話の焼けるリーダーだぜ。あらら、やってるティファ、無事だったか？向こう側か。すぐに行く。どうやって？おう、そこに階段があるんだろう。階段？あそこか。早く合流しないと。オッケー、任せろ。あ、でもちょっと向こう側を見たい。クラゲどもその足一本一本吹き飛ばしてやろうか。こっちじゃないよ。ちょこういうところに宝箱あるんだって。ティファ、階段通り過ぎてるよ。知ってるって。大丈夫だよ、パレットなら。こっちからは無理だよ。知ってるって。あるんだって宝箱とか。早くバレットのところへ。知ってるって。こっちじゃないよね。あ、もう怒られた。ティファ、何グズグズしてるんだ。早くバレットを助けに行かないと。ダメだ、寄り道なんてしてる場合じゃない。早くティファ、いくらティファの方が早いな。ティファの方が一生懸命じゃねえか。すごい走り方すんな。そんなもんかよ。あらら、任せろ。ほう、はい。手配 ID センサー、画面を確認。あら、全員捉える。はい、ラピッドチェーン。ほう、ほう、ここだ、やっつけた。チャ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 ペダモンよ。お前ちょっとあれだな、調子乗ってんな。追手は振り切れたかな。余裕。電車来る。場所を確認して、さっさと作戦再開だ。よし、プラン E を説明してくれ。こっからはプラン E だ。曲がってる。聞こう。うん、教えて。予定通り行ってりゃプラン A。 はい、こいつは駅からまっとうに魔甲路を目指すルートだ。曲がってるって、遠回しに。いいわ。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。さすが。オプションを準備してあんのよ。オプション、説明して。魔甲路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ？E まで。ギリギリか。一番遠いやつね。何がおかしいんだよ。ついてるぜ。は？私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。はい。今いるここは隣の5番魔航路線だね。ほう、いいとこで降りたんだ。まずは線路沿いに魔航路方面に進むぞ。めちゃくちゃ見られてるじゃん。ただし駅までは行かねえ、途中で別の道に入る。まあ駅は包囲されてるからな。絶対魔航路近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。それも見透かされてんじゃないの？大丈夫？5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。そうなの？いけるぜ、いける。すごいテンションだな、いつも。俺の勘がそう言ってるぜ。勘を信じるよ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。お、何を企んでるシーン？無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、
お任せください。ではプレジデントっていうのが神羅のトップだね。何を企んでんだこいつら、こんなに泳がせて。失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。データ分析、ただ被害が想定より大きく、このままでは、気にすんなってか。お前たちの仕事は何だ。うわ、怖っ。過ぎたことをわめき立てることか。ハイデカ変わったなキャラ。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。なるほど。少しは頭を使って先回りできんのか。怖え。なるほど、兵士も結構疲弊してるってことなんだね。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。ほう、なんで。この俺様がいるからな。ビッグマウス、ザ・ビッグマウス。よし、まずは向かおう。ラーセントネル飼育館。おう、バレットちゃん戻ってきてくれたね。バスタードソードはちょっと防御上げておこうかな。うん、魔法防御アップ入れておきましょう。アイアンブレードちょっと欲しいのないな正直。うん、ちょっと取っとこうかな、ポイントあえて。で、今までちょっとしばらくアイアンブレードを使ってたんですけど、ラビットチェインがもう、うん、マスターしてバスタードソー、バスターソードでも使うようになったんで、で、バスターソードの方が物理攻撃力が高いんですよね。うん。なので、クラウドはあえてここでバスターソードに戻そうかな。あ、マテリアが1個減るのか。アイアンブレードで。マテリアが減るのは嫌。うん。よし、バレット初めての強化だね。バレット。ウェイ、増えて。あ、マテリアな拡張いいですね。まずちょっと物理攻撃力はまあ最優先で。マテリアな拡張。HP100 アップは別にかな。わ、いっぱいある。あ、もう一個マテリアな拡張やっとこう。で、物理攻撃力アップと、物理防御、ああもう足りないんかい。あっという間だな。でもマテリアな拡張はちょっとでかいですね。これで2つマテリアが追加できるので、何持たそうかな。回復がやたらあるからな。まあ、回復でも2つぐらい育てておくぐらいがちょうどいいでしょう。ああ、そうするともう蘇生と風つけとくか。ああ、いいんじゃないこれで。よし、準備完了。向かおうか。よし、もう地図に従って進んでいくしかないね。うん。あ、ここ開けれる？あ、開けれる。こういう横道もあるんだ。あ、結構いけるぞ。わ、宝箱とかあるじゃん。あ、ちゃんと見とかなきゃダメだな。エリクサ、ありがてえ。まあ、エリクサ使うタイミングがあるのかってちょっとまだわかんないですけどね。僕、もったいないお化けなんで、もう昔から FF とかやってると、こういうエリクサとかを。目印は神羅の犬の絵だ。犬の絵。壁、気にしとけ。壁ね。中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に、五番魔航路への道が続いてんだ。はあ、信号の色も見落とすな。はい。青が俺たちの進行方法だ。青。あ、ごめん、気づいてなかった。犬の鼻が向いてる方か。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。大変だね。早く行ってやらねえと。真面目だな。結構敵いるな。うわー、噛まれてます。噛まれてます。助けて。おら、ここからだよ。刻む。おら、行くぞ。ダメだ。当てる。消えろ。ここもある。あるじゃん。相手もあるでしょ。知ってるんだから。あるじゃん。エーテル。ん？あったぜ。犬のマーク？え？あれか。向いてるね。
犬のマークが向いてるね。わかりやすい。このマークを目印に進んでいけってことだね。これだ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。スタンプ。目印の通りに進もう。了解。鼻に従うね。OK。進みましょう。あ、なんかいたな。え、なんかでっかいのいなかった今。私たちなら余裕。ウェアラット。そこ、ダメだ。あら。勝てたね。いやいや。普通のモンスターも出てくるのか。これ普通の地下鉄の駅よ。普通の地下鉄の駅のところにモンスターって出てきていいの？なんだろう。気味悪いな。これモンスターの巣かな。あ、モンスターいる。プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになってる。魔法のせい。ああ、シンナのせいだ。あ、あんたの世界は単純でいい。戦えそう。気に入ったか。じゃあこっち来いよ。考えておこう。モンスターの巣の中に入っていくのか。何してんのあれ。何してんだよ。 OK、 はい、戦おうぜ。沈め、うん、行くよ。見破る。あなた誰？氷に弱い。グラッシュとグラッシュトライク。なるほど。まあ関係ないけどね。あら、おととい来やがれ。テンション高いな、いつも元気でいいね、バレットは。アイテムあるじゃん。あれ、特殊な敵も出てくるのか。ハイポーションありがて。おお、お、あ、あ、あ、え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 、何、どうしたいのこれ。普通に払うんかい。え、なんかねっちょりして嫌。おお、あ、シンラだけじゃなくてこういう敵さんも出てきますよと。了解いたしました。すまんね、相手だぜ。あんたには似合いだ。お兄ちゃん、ケチラ。おう、こんなところかな。 OK。 なんかどん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 レベルアップしていくね。お、これウェポンレベル上げれるじゃん。バレットの物理防御上げとこうかな。うん、基礎体力的な部分はね、上げといても損はないでしょ。お、物理攻撃力6アップ。なんか攻撃力で言えばティファが一番強いんじゃないの？え、今ステータスってどういう感じなんだろう。あ、クラウド103だもんな、攻撃力。105。え、ティファの方が強かった。ティファ強。もう怒らせたらやばいね。めちゃめちゃ優しいけど、もうあの怪力なんだね。怪力とか行きたくないけど。あ、いるね。昆虫パークでも作る気か。昆虫パーク冗談ないぜ。えっ、こっちだ。なんだ、うわ、なんだあいつ。女王様のお出ましか。見破る。クイーンシュトラック。備え。あ、氷に弱いな。一定ダメージを与えることでバーストしやすい状態でできる。ちょっと待って、これまずザコからやっつけよう。あら、で、私に任せて。ブリザード、よろしくね。おう、任しとけ。引きろ。覚悟はいいか。あら、畳みかける。えい、どうだ、仕上げだ。あら、決める。あら、叩き切る。ブレイバー。ちょっと待って、ちょっと待って、君たち、クラウドが死にそう。なんでケアルとかしてくんないの。どんなのよ。集中していく。おらおら、オートケアルしてくれ。うわ、めっちゃ入る。危ねえ。ケアルら、自分に。ほい、おら、いて。今だ、ブレイバー。これで決まり。仕切り直す。強っ。丸々太らせやがって。どんだけ放置してやがんだ。気持ち悪かった。素直な感想よ。下手すりゃ列車が事故る。駆除しないのかな。事故れば駆除すんだろう。順番がおかしいよね。もうデロデロじゃん。こっちは通れねえ、他探すぞ。気持ち悪。シンラはなんでこれを放置しとくの。
うん、放置しといていいからか。なるほど、あんなんが出られるとやばいね。宝箱チックなのがあったよ。よし、あ、回復ポイントもある。あ、回復しとくか。ふぅ、というわけで結構長くなっちゃいそうなんで、この辺で切っときますか。うん、次回はさらに奥に進んで5番マーコーロ行こうと思います。はい、いや、犬がいるじゃん、犬がいるじゃんつって、うん、というわけでティファのケツを拝みながら本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お相手は澤崎光でございました。それじゃあまたね、バイビー。